何ですかこれは。不具合、テラスタジアム B の表示周り。テラスタジアム B における芝生の模様が結果を見るとそれ以外で異なる事象が発生しておりました。現在は修正が完了しています。またテラスタジアム B における一部の看板に表示の乱れがあったため合わせて修正いたしました。知りませんでしたね。いやいや、皆さんじゃあちょっとチェックしませんといきませんよ。これはスタジアム見に行きましょう。はい、建設忘れてたということでね、なんか俺ここの動画で言ったような気がするな。建設し終わった後建て替え忘れないようにね、なんか言ったような気がするな。盛大に忘れてました。いやー、不具合がなかったらマジでずっと作んなかったかもしれない。で、皆さんもこれを見て慌てて建て替えボタンを押した方いるんじゃないでしょうか。はい、どうもー、マグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけでね、いやいや梅ちゃんありがとう、忘れてたよ。やっぱりよね、本当に忘れてた。いや、この画面にね、なんかちょっと、あ、まあいいか。それはね、マグの不注意なんだから、そこまで運営ちゃんに、求めてはいけません。はい、というわけで、今週の、11月20日付、サガツクやっていきたいと思います。はい、というわけで、今回はこんなラインナップでお送りします。はい、というわけで、ネタが少ない。これはね、参りましたね、ちょっとね。何を喋りましょうか今日は。ね、やっぱりここはあれじゃないですか、みんな大好き、みんな大好きですよ。 ここで絞り込みできるんだっけ。あー、できないか。ちょっと絞り込みはできないみたいですね。残念でした。あ、国籍あるじゃないの。国籍順1はいっか、4号あたりまで入れて。はい、というわけで皆さんね、もう当然ご覧になっているとは思うんですが、はい。ね。ご覧になっていただいてわかると思うんですけども、ちょっと、最終予選、楽すぎません？はい。というわけで、こっからは、ちょっと日本代表のお話、させていただきたいと思います。サガツクと関係ない。ね。いやー、過去、これだけ簡単に、ワールドカップ出場しちゃっていいんでしょうかっていうぐらい、最終予選が簡単ですね。いや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 、参っちゃいましたね。組み合わせ的にはね、やっぱオーストラリア、そしてサウジアラビア、バーレーン、まあ、ここら辺はね、結構くせ者揃いの、ね、ところだったんで、結構、手を焼くんではないかって思ったんですけど、手を焼いてたのはね、よさのチームだったね。実際、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、ここの、3チームがまあ2位争いをするだろうと、まあそこはね合ってたんですけど、取りこぼしすぎかなっていうのがねちょっとありますよね。取りこぼしなのか、いやそれよりもちょっと強くないかっていうのがインドネシアですよね。インドネシアがなんか、昨日行われた、日本対あ中国対日本、その裏で、インドネシアがねサウジアラビアだったかな、オーストラリアだったかなと、試合したんですけど、2対0で勝ったということでね。インドネシアがね、これ勝っちゃうとね、またややこしいんだね。2位以下がすごいことになってます。ね。だから、
今回中国、日本に敗れたんですけど、まだ悲観することもなく、逆に中国はあれか、インドネシアに勝ったのかな、バーレーンに勝ったのかな、ちょっとね、ここ最近中国はね、2勝してたんで、実はね、中国にもまだワンチャンあるというね、ね、そういう感じになってますよね。というわけでね、ちょっと昨日の中国対日本のお話、ちょっとしていこうかなと思うんですけれども、まあ、やっぱり、0-7 で負けちゃうと、固く入るね。なんだろう、4バック3ボランチぐらいの7人守備を、常に敷いていたので、結構固かったですね。硬いんですが、まあ多分今の中国代表は多分監督の言うことをね、律儀に聞いちゃうんでしょうね。なので、間、こう、中盤3人いるんだけど、そこでスペースを埋めなさいって言われたんだろうね、多分ね。スペースは埋めるんだよ。でもね、その間に選手が入ってくるんだよ、日本の選手が。ね、縦にトントンとね、ちゃんとね、ボール入るんだね。あんまり、守備は固く見えたけれども、まだ中国も付け焼き場って感じはちょっとしましたね。南井のと、久保くんがね、結構中盤でね、縦パスもらってたんでね、まあ、点が入るのは時間の問題かなとは思って楽観視しておりましたけども、結果的にはコーナーキック2本でしたが、ね、ちょっと、ああいう苦しんだ試合でさ、コーナーキックでポンポン入っちゃうんだもん。これは強いよ。セットプレーで取れちゃうんだもの。ね、いや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 、これは、もう、やばいよ、もう、今頃運営ちゃんが、また、毛利ポイチを作ろうとしています。また来るぞ。みんな覚悟しておけ。また、サカツクで毛利ポイチ来るぞ。ね、これはちょっと、もういい。ただね、ちょっと、日本代表ガチャがね、定期的に来てるんだけれども、これだけ強いとまた来ちゃうかな。なんかね、この間のインドネシア中国戦って、正直言って今の日本代表の、全選手を含めると、正直言って、まあ、2軍は言い過ぎとしても、1.5 軍ぐらいだったんですよね。今回のインドネシア戦、さらには中国戦、ね。なんだけどさ、活躍するんだよね。変わって入った選手がちゃんと活躍するんだよね。綾瀬いなくても、大丈夫なんだね。久保くん堂安揃ってなくても、大丈夫なんだね、もうね。いや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 、参っちゃうね。もう、ね、ちょっとね、いろいろね、使ってほしい、まあ、古橋とか結構使ってほしい選手いるんだけれども、大丈夫なんだね。ね、前田もいい加減、レギュラーにならないのかねって思うんだけど、ならないんだね。大丈夫だからなんだね。はい、というわけでね、ちょっと、年内もう一回毛利ポイチが来るかもしれません。ね、まあ、そんなお話でした。まあ、日本代表のね、話をしても、正直ね、今のメンバーでもしっかりしちゃってるんでね、パリオリンピックのメンバーをこう入れ込むことがなかなかできないですよね。実際はこう、なんていうの？そういうの。ベテランと中堅と若手がね、入り混じった代表ってのは強いですから。だからね、ちょっとね、パリオリンピックで選ばれてた人たちがこうスッと入ってくるような、そんな日本代表になってほしいなっていうふうに思ってるんですけどね、入る隙間がない。ね。いや、今の、毛利ポイチ監督はね、ちょっとね、選手層も厚くする余裕すらある。そんな感じになってるんでね、もうこれはもうさっさと、ワールドカップの出場決めちゃっていいんじゃないかな。もうね、相手にならないね、ちょっとね。ね。ね。やっぱりね、こう、今ね、若い方はね、今の日本代表、そもそも毛利監督しか、森保監督しか知らない、人はね、多いかもしれないんですけどもね、やっぱりもうマグもね、長い間サッカーを見てきたオールドフットボールファンですからね、やっぱりね、こう、タイ代表が強かったとかね、コンサワット3兄弟とかね、そんな話をしたいですけども、古い。ね、もうね、古いですよ。キャプテン翼の話なんかもう古いですよ。
ね。というわけでもう最終予選、楽勝の時代が来ました。ね。次が谷間にならないか心配です。はい、というわけで、以上、日本代表の話でした。ね。ここからは、サカツクの話しましょう。ね。尺を稼いだ感じになってしまいましたけれども、申し訳ない。じゃあ、ここから、11月20日付、サカツクのお話ししていきたいと思います。ね、やっぱり代表ガチャ来るかね、これね。どうなんでしょう。無料だったらいいです。はい。今のは切るかい？どうするかい？切らない。はい、というわけで、予告。来ております。スーパーワールドクラブカップ65開催が決定しました。本日が11月20日です。エントリーが来週11月27日になります。そして本番は12月4日ということで、来月でございます。そうですか、そうですか。もう SWCC 来ましたか。正直ここら辺でワンチャンリミテッド来るかなと思ったんですが、ね、リミテッドを挟んで、一番忙しい年の瀬に SWCC と思ったんですけどもね、リミテッドは多分きっと冠スポンサーが見つからなかったかな。うん。しょうがない。ね。ね、そろそろね、このダゾーンとかさ、そういうところがこう、来ないなぁ。来ないなぁ。それは無理だなぁ。今回はまだ、100校選手は来ていないので、スルーしましょう。ただ、このタイミングでもう、SWCC 来ちゃうと、ね、前回ゴールドコインの捻出にも、あれだけ時間かかってるというのに、今回もないですよ。ちょっとカツカツですよ、運営ちゃん。さっき、スタミナ50の段階で、1シーズン、リーグ回して、69集まりました。結構少なかったはずです。一桁ぐらい少なかったので、60は手に入った。1日、1覚醒ぐらいでしょうか。ちょっと、7体しかできないな。64もあるのにな。上ちゃん、もうちょっと銅の進化玉をください。ねえ、あれだけ金の進化玉くれ、金の進化玉くれ言ってて、今度は銅？全く厚かましいにも程がある。でも欲しいんです、上ちゃん。なんかいっぱいください。6ボでもいいです。はい、というわけで次は、今週のやること。ででん。CCT やりましょう。はい、というわけで、クラブチャンピオンシップトーナメント開幕でございます。はい、というわけで、今回はこれを遊びましょう。今回の選手たちがボーナスガチャになっていますかね？あ、前回のスペインガチャがボーナスですね。そして、ボーナス付き監督、メンディー自明のモーリポイチ、そして、大石豪さんが、ボーナス付き監督になりますので、ぜひ、こちらもね、忘れずにやっていきましょう。ミッションもあるので、やっていきましょう。全部で、400日行いましょう。ねえ、頑張ろう。その他何もなくって感じかな。はい、というわけで何もなく。はい、じゃあ、もう一気に行きましょうか。じゃあ続いては、戦術ガチャも来ております。こちらも合わせて見ていきますか。はい、というわけで4戦術から選べる戦術別スカウトも開催となっております。はい、というわけで今回もちょっと見ていきましょうか。わらわら動くところで見に行きましょう。はい、というわけでこんな感じでいっぱい来ています。はい、というわけでね、結構今回の4戦術ガチャはね、国籍別のガチャになっているのでね、もしかしたら皆さんも、なかなか強くした選手たち入ってくるんじゃないでしょうか。今日は喉がイガラっぽい。乾燥してますからね、皆さんもご自愛ください。風邪のひかないように
やっていきましょう。はい、というわけで、まず今何だった？ポゼッション。前回ね、ポゼッションはアルゼンチンガチャが来ましたのでね、アルゼンチンとなっておるんですが、ニューって書いてある上の3人だけがニューなので、この3人がアルゼンチンです。その他は、外れ。ね、というわけで残念。はい、じゃあまあ、外れも見ていきましょう。ケパー、S ですね。ラフマニも S。マルコンも S。ちょっとギリギリ見れるとこでいくか。いや、無理だね。キビオル。まあね、アーセナルの選手だけど、ちょっとこの冬出てっちゃう危険性があるよね。キビオルがね。そして、エドソン・アルバレス。ルカス・パケタも S。アンギサも S。はい、ここから。はい、というわけで、ポゼッション、赤ポジ2つ、センターバックと右サイドバック、ファン・ホイス選手でございます。S 特徴も4つついてての、SSS ってことでね、そんなに活躍してるのかい？まあ、なんかちょっとね、持ってますかね、だいぶね。ホイス選手が SSS でございます。次、バレンティン・バルコ選手でございます。左サイドバックで連持ち。SSS なんだね。これは今回は、アルゼンチンを結構優遇してますよ。マグは引かなかったんですけども。あ、そして、トップ下、センターフォワード両方赤ポジ、パウロ・ディバラでございます。パウロ・ディバラ、オフェンスキーマン持ちということで、ちょっと、戦術スカウトの割にはなかなかのものが来ています。そして SSS。はい、というわけで、ポゼッションはアルゼンチンということになっているんですが、SSS3 体っていうのは、ここの戦術のみなので、当たりと言ってもいいかもしれません。もしね、この両サイドバックとセンターフォワードを引かなかったんだよな、出なかったんだよなっていう方は、狙ってもいいかもしれないですね。ここで補填。なんならね、ワンチャン10連で確定なんでね。まあ確定でもアルゼンチン確定ってわけじゃないからね。闇は深い。ね。次。そして、中央突破はスペイン縛りとなっております。こちらも外れから。コルウィル。マロギュスト。ブロゾビッチ、一応ちょっと特徴も見とかじゃないとね。コナー・ギャラガー。あ、でも、外れの中に SS が入ってますね。さっき入ってなかったですね。そして、チュクエメカ。トマレマルは SS。あ、外れの方に SS が入ってるんですね。なるほど。どうなんでしょうかね。外れなんでしょうか。外れじゃないんでしょうか。マドゥエケ。そしてここからでございます。右サイドバックと右ミッドフィルダーが赤ポジ、スペインのヘスス・ナバスでございます。前回もね、スペインのメンバーの時に、控え右サイドバックヘスス・ナバスがいましたよって言ったんですけど、これですね。確か、ラミン・ヤマルとのね、年齢差がまるで親子みたいな感じの年齢差で、キャンプじゃないや、ホテル同部屋だったっていうことでね、宿題見てあげたんでしょうかね。どうなんでしょうかね。わかりませんけれども。S 特徴4つのチェーン持ちの SSS ということで、こちらもなかなかの大当たり。スペインの右サイドは何で、誰出たん？あ、踊りお空か。これは SS だったから、こっちの方がいいんだ。あー、うまいことやるじゃないか、ふえちゃん。こっちも引かせようと。なかなかの魂胆じゃないですか。ちょっと、なんか最近、よく足がつりそうになるね。なんだろうね。変な座り方しちゃダメだね。そして、トップ下、フェルミン・ロペス。こちらはジョーカー持ちの SS ということで、まあ、ここが言うなればちょっと外れになるのかな、スペインの方はね。まあ、でもジョーカーだから外れでもないかい？トップ下は誰が出てたかな？あ、ミケル・メリーのダニ・オルモだったら、まあ、ジョーカーでこのフェルミン・ロペスを入れるってのも一つの手。
そして、前回もね、控えで、フェラントーレスっていう風に言ったんですが、ね、まあ、ラミン・ヤマル君の方がレギュラーに座って、フェラントーレス君は出れませんでした。はい、というわけで、ジョーカー持ち。ただ、両ウィング赤ポジのテクニコって結構、いろんなフォーメーションコンボが開くんじゃないでしょうか。ね、そこはちょっと美味しいかも、SS。というわけで、はい、以上、スペインガチャでした。次！ちゃんとかゆいところに手が届く、そんなガチャにちゃんとなってるじゃないの、梅ちゃん。はい、というわけで、次は、サイドアタック。アトレチコ・マドリードがカウンターだったんだっけ？あれ？アトレチコ・マドリードは何だったっけ？ジメーノ監督。あれが、もしかしたら、ね、年末のガチャ、やっぱりサイドが来るんじゃないかっていうのでね、なかなかちょっとね、その方がいいんです。ね、来てほしいな。はい、というわけで、サイドでございます。だからこれを引くのは我慢我慢。はい、というわけで、デフライ。今、で誰が喜ぶと思ってるのかい、梅ちゃん。なんか入れちゃダメだって。そんなのはもう星5確定チケットに入れときなさい。もう本当に。フェルラン・メンディ、ジョーカー持ちの S。マクトミネイ、SS、あ、SS いましたね。ハズレの中に、ワレンザ・イール・エメリは S。グラニト・ジャカ S。あ、なんか今落っこちた。なんか変な音がしたかもしれませんけれどもね、カメラをね、冷やすためのね、アイスが落っこちました。大丈夫です。ただ見ちゃったマグがね、見ちゃダメだね、今のはね。S1 つ、ザビツァ、マルコ・アセンシオ・ジョーカー S。なんかいまいちですなぁ。そして、最後アタック、イングランド止めになっております。ゴールキーパー、アーロン・ラムズデール。いいのかい、ラムズデールで。大丈夫かい？ね、というわけで、S 特徴4つ持ち。SSS! ということでね、非常にラムズデール強くはなっているんですが、サウサンプトンになってるんです。ね、それがもう残念でならない。というわけでね、アーセナルじゃないんですよね。もうそれがもう悔しいな、やっぱりな。そしてセンターバック、ハリー・マグワイア。マグワイアは、どうだい？今のイングランド代表で出てるのかい？ちょっと調べとけばよかったね。それでもディフェンスキーマン持ち。ジョーカー持ち。ディフェンスキーマン持っててジョーカーって、使いづら。大丈夫かい？それ使いやすいかい？ SS。そして、右ウィング、ジャロッド・ボーウェン、ジョーカー持ち、SS っていうことで、SSS っていうのが、ラムズデールだけなんですね。残念。はい、次。これ、うっかり真ん中押しちゃいそうで怖い。そして、最後でございます。カウンター。はい、こんな感じになってます。カウンターは、イタリア揃えになっております。じゃあ見ていきましょう。センターバック、ダニーロ・ペレイラ。S1。ルーベン・ネベス・ボランチ。S1。コスティッチ。S1。ジョアン・マリオも S1。ちょっとカウンターがひどい。S 特徴4つはあるけれども、赤ポジ2つではあるけれども、ジョアン・フェリックスも S1。SS でもいい感じだけど、あれでもチェルシーで出てんのかな？この間のアーセナル戦はね、ちょっと出てなかったんですけどもね。ゴンサロ・ラモス。SS。ジオゴ・ジョッタ S。はい、というわけで、こっからでございます。今回のイタリアの、新選手はこちら。センターバック、ラファエウ・トロイ選手でございます。SS。ねえ、ちょっとかわいそうだな、なんか。そして右ウィングは、マッテオ・ポリターノ。SS。そして、センターフォワード、ジャンルカ・スカマッカ。ね。ユーロでは出てたかな、確かね。スカマッカね。SS ってことで、
SSS もいないのはここだけ。カウンターかわいそくない？ちょっと。ちょっとかわいそうじゃない？うん。ちょっとこれは、カウンターはかなり苦戦するんじゃないでしょうか。はい、というわけで以上、戦術ガチャでした。はい、というわけでね、ちょっとね、なかなか今回は、サカツクのお知らせも少なく、日本代表も挟ませていただきましたけれども、次回は、スペインの追撃が来る予定になっております。昨年このタイミングで来たアーセナルガチャではレジェンドが入ってなかったんですよね。ね、アンディ・コズとかなんか言ってましたね、マグマね。今回のスペインの追撃に関しても、もしかしたらじゃあ昨年のを踏襲するならレジェンドなしっていう可能性もちょっとあるかもしれませんね。ただ、前回ね、ここら辺の選手来るんじゃないのなんて言ってた、ヘススナバス、そしてフェラントーレスは来ちゃったんですよね。ってことは、追撃は誰来ますかね。今のところ、前回マグが言ったメンバーの中で入ってないのは、カルバハル、ナチョ、ペドリ、もうここら辺が入ってないですか。あと、ガビ。あ、ペドリはいたっけ。あ、ペドリもいないね。だガビ・ペドリが入ってないっていうのがあるので、もしかしたらね、そこら辺の、追撃になるのかな。ナチョ・カルバハル、レアル・バルサセットみたいな感じの仕込みになるのかなっていう風に考えると、どうでしょう、誰来るかな。スペイン代表でレアルかバルサ、もうラウルがレアルなんだからバルサかな。ね、ちょっと読みはわかんないですけど、バルサのスペイン人レジェンドはワンチャン来るかもしれませんね。どっちでしょうね。ちょっとね、前回はね、レアルの方でラウルが来てるので、できればね、ちょっとポジション違う方がいいですよね。またこれでフォワードってのはちょっとかわいそうなんで、どうだろうね。ガルディオーラとかさ、なんかね、シャビー・イニエスタとかさ、イニエスタなんかいいんじゃないの？引退試合やるんだしね。なんか申し訳ないっす。なんか、東京ヴェルディがなんか絡んじゃって。本当に申し訳ないっす。ね。ヴィッセル神戸には本当に申し訳ないです。というわけで、今回の動画ここまで。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はここまで。本当ね、だから、次回のスペイン追撃が終わった2週間後には年末ガチャがいよいよ出てくるのでね、マグがいつ引くのか、そこも考えたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし。というわけで、マグは元気に銅の進化玉を手に入れに行くぞ。